会のお運び様でありがたくお礼を申し上げます。芝虎寄せにも増税の波が参りましてね、まあ、500円値上げということでございますけれども、まあ、前回からなんでございましてね、なので本当に500円分、いつもより力を入れて頑張ろうかなと、まあ、500円分ですから、まあ、ちょっといつもより大きな声ぐらいの感じで、まあ、ちょっとでございますけれども、一生懸命やってまいりますが、今上がりましたのがですね、私の弟弟子でございまして、小松家というものなんですね。前座なんですけれども、正確には前座ではなくて、これ前座見習いというやつなんですね。我々の世界というのは、まず師匠に弟子入りをすると、まず見習いという、身分になるんですね。でこれを大体、まあ、半年から今は1年半ぐらいですかね、見習いをやりますと晴れて前座という身分に上がるんです。で前座になりますと、都内に4軒ございます年中無休でやってる寄席という場所があります。そこに配属をされまして、まあ、働くという。でこの前座修行でございます。毎日師匠の家に行きまして、寄席を務めまして、これを大体4年半からまあ5年近く務めますと、晴れて2つ目という身分になれるんですね。で私は今2つ目という身分でございまして、でこの2つ目になりますと、毎日の寄席通い、そして師匠の宅がなくなるんですね。ただこれで一人前じゃないんですよ。一応羽織を着れるのはこの2つ目からという身分ではあるんですが、一人前じゃないんですね。一人前ではないけれども、まあある程度自分でこう仕事を取ってなんとか生活していかなきゃいけない。でこの2つ目という生活を大体10年ぐらい続けますと、晴れて真打ち、これでようやく一人前になるんですね。寄席で鳥を取れるという、まあ一つの話か一人の旗なし家が、まあ、一人前になるのに大体15年ぐらいかかるわけでございますよ。まあ皆様、会社勤めの皆様、まあ同じだと思います。まあ一人の人間が一人前になるのに大体15年ぐらいかかるもんだと思います。まあ我々の世界、この年功序列で、まあまあ、たまにこのその飛び抜かすっていうことはあるんでございますけれどもね、まあ出世っていうのはなかなか難しいもんでございますが、昔はもっと出世というのが難しかった。何しろ人の身分っていうのは分かれておりましたとか、死の交渉なんてね、一番上に立ちますお侍、これ江戸の町の往来を七分を大手を振って歩いたそうでございます。残りの三分を能交渉とひしめき合いながら歩いていた。ですから先祖の話かっていうのは歩くとこはなかったそうでございます。どぶん中張って歩いたなんてことを言いますが、この一番上のお侍、そのまた上が、まあ、お大名お殿様でございます。これはもう先祖が野をかけ山に打ち、大変な戦を勝ち抜いてお大名でございますが、ところが大変な世の中が続きますってえと、2代目3代目どうにものんびりしちゃって、ところがこのお殿様、何の悩みもなかったかと申しますと、そうではございません。何としてでもどうしてもお世取り跡継ぎ、まあ、男の子を設けなければならなかった。ご正妻にいない場合にはもうどうにもしょうがないときは、籠へ乗りまして街中を練り歩きます。気に入った娘子でもあれば、合図をいたします。そば用人がそばへ寄ってまいりまして、母、あれ母、これで決まっちゃうって大変な勢いでございます。私も街でよくあれと思うんですけども、向こうでこれと思ってくれないという。まあ初めにこの娘が、まあその屋敷に奉公へという形で上がりまして、お殿様のお手がつく5階に男の子でも生まれようもんなら大変な出世でございまして、それまでお方様と呼ばれてたのが、お部屋様と呼び名が変わりまして、ご正妻と同じ御前部がいただけるという、その頃の町人にとりましては大変な出世でございます。おい、何をやってんだ。おお、呼んだらすぐに来なくちゃいけねえじゃねえか。おい、何をやってたんだ。どうもすいません。どうもすいませんじゃないよ。どこで何をやってたんだ。いや、今熊んとこの2階でもってね、みんなで丸くなって小じき爆地、またおめえ爆地を打ってやがったのだな。小言かい。小言じゃないんだよ、小言じゃないんだ。いや、お前のお屋敷に上がってた妹鶴だ。今度おめええれえことしでかしたぞ。なんかもってつらかった。お前じゃないんだよ、そんなことするわけないだな。
およとり様をお見ますかな。およとり、どんな鳥？鶏じゃねえんだぞ。男の子を産んだんだよ。ああ、カッパやろ、カッパやろってやつがあるか。ああ、お殿様大層喜びでな。その方には兄があるそうだが、一つ会ってやろうということになってな。今お屋敷の方から使いの方がお見えになったんだ。だからおめえな、これからお屋敷行ってお殿様に会ってこなくちゃいけねえんだ。いいよ俺、そんなお殿様と付き合うのやだよ。お殿様と付き合うつもり、会ってくださるというのだ。お前お屋敷行けばな、まあ損はねえぞ。損はねえぞ。おー、なんかくれんのどうにかなんのかい。相手は大大名だぞ。まあな、金子をくださるわ。金子ってと金、へえ、いくらぐらい。相手は大大名だからな、まあ3本はくだるまいな。三本ってと三両。バカ野郎お前、大大名と言っただろう。300両だ。三百両ありがてえ。じゃあちょっと行ってくれ。ちょっと待ちな待ちな。お前すす払い人の手伝いに行くんじゃないんだぞ。そんな尻っぱしょりなんかして行くやつがあるか。まあお屋敷に行くんだからな、紋付き袴ってものをつけなきゃいけないんだが、お前さそんなもん持ってねえだろうな。まあいいのでなきゃ、まあ猫だねえんだよ。悪いのでよきゃ。悪いのだって何だって構わねえよ。おお、じゃあお前な、うちから持ってきな。うちにはねえんだよ。うちにどこにあるんだよ。おやさん、座ってる後ろにタンスがあるでしょ。あのね、上から3段目の引き出しに入ってる。そう、これは新しいんだよ。借りんだよ。しょうがない。まあ仕方ない。お前なんで上から3段目の引き出しって知ってるの。この間留守に開けてみた。泥棒か本当に。まあいいや、ばあさんちょっと出してやんな。うん、じゃあなお前な、これを、つけな、着付けな。だからこのな、まず袴をつけるんだ。これね、これ嫌なんだよ、窮屈袋ってんだね。えっ、よし。ばあさん、これなんかこっちもう一つ穴開いてんだけども、これ何、こっち大家さん入んの。間違があるんだよ。足を分けて入れな、分けて。あ、分けて、いや分からねえからよ、そういうのよ。よしよし、これなんか、お前んとここれなんか棚みたいなのついてんだけども。それ腰立ってんだよ、後ろ前だ、後ろ前。後ろ前。そうかそうか。じゃあね、これちょっとよっと、おいおいおい、間違があるんだろ、お前破けるじゃないか。そしたらな、そのな、椿でもって、いや、刷毛先のところ、そう、いや、白線はな、私の腰に刺して、そうだ、おぉ、ばあさんごらんよ、孫にも一緒ってな、本当だな。じゃあな、お前これから向こう行ってな、裏にはある必要はない、お屋敷の、表から入りな、表にな、門番さんがいるからな、まあ、いずれお通りになると聞かれたら、お広敷へ参りますと、こういいな。分かったか。いいか、それからな、言葉遣いってなおめえ丁寧じゃなくちゃいけねえんだ。分かってんのか。分かってるよ。適当にぶっくらしてくら。それがいけない点だよ。いいか、お言葉のな、はな頭にな、おの字をつけるんだ。で、下に立てまつるをつければ、これ物が言葉が丁寧になるからな。分かった。音立てまつるだぞ。お立てまつれいいな。そのお立てまつるってのは、いいか、お前の恥じゃないんだ。お前妹の鶴の恥になっちまうんだからな。いいか、しっかりやってくるんだぞ。分かったか。じゃあ行ってくるな。はよ。お前さ、すまねえんだけどさ、これちょっと草履貸してくんねえか。草履。草履はお前が履いてきた下駄でいいんだよ。ねえんだよ。この間さ、焚き付けにしようと思っても、もう割っちゃったんだ。お前、裸足か。そうだよ。裸足汚ねえだろ。いや、いいんだよ、これね、上がるときにね、まず足洗ってから上がるから、かえってきれいになっちゃうんだよ。君、連れててから洗ってね。おい、仕方ないな、分かった分かった。そこにな、セッター、それは私のな、新しいセッターなんだ。おろしたてなんだぞ。おい、なくすんじゃねえぞ。分かったか。分かった分かった、言ってくれ。何や、やいのやいの、おろせんだからね。しかしね、
これから親父家行くって言うとね、ああ向こうの常駐連中なんか言ってんだよ、うん、あなた様のお兄上様のおつらつきはいかがでござり立てまつりましょうなんて言ってんだよ。それ持ってね、俺が言っちゃうんだから、これモテたり仕方ねえな本当によ。ああここだここだ、いるねもんは。いくらもらってんだか知らないけどもつまんなそうな面してんね本当に。おおおおおちゃんおちゃんどうどうどうこれこれこれ通る通る、いい通っちゃいけないっすよ。ええどうどう通れこれこれ、おお通れ、いや通っちゃいけないっすよ。いいあちゃね、この屋敷に用があってきたんすよ。お屋敷に用、おお何用じゃ。いやだから用があった。その方はなんじゃ。ですからね、いいだからほらこの屋敷にあのダンスがいいんだろ、その様いいんだろ、それのあの、レコード持って作ってもいいんだろ、ね、そんな兄貴なんちゃうダンスかレコの兄貴おつるの方様お兄上八五郎とのご貴殿でござった。ご貴殿よご貴殿バカなご貴殿じゃねえかよあこれは失礼つかまつった。もういずれお通りになる。なんか大家が言うにはね、広げるようなところだってそう言ってたな。広げるようなところ、うん、お風呂敷。お風呂敷ではない、お広敷じゃ。あならばな、この道をまっすぐ行くとな、おばばがござる。おばばを過ぎるとな、もう古い井戸があってな、そのそばに柳の木があって、そこから幽霊が出る。なものは出ん。まあ、その先がお広敷じゃ。気をつけて行ってまいりよ。どうもありがとうございます。怖そうな面してるけども、運がいいね、優しかったじゃねえかな。ね、ここまっすぐ行くってと、ババアがいるんですかな。ババアいねえじゃねえかな。おお、古い井戸あるね。おお、柳があるよ。幽霊出そうだね。なんか広いとこ出ちゃってね。誰もいねえじゃねえかな。まっぴらごめんねー。誰もいねえな。まっぴらごめんねー。そうだね。ああ立てまつるよーどーれ。なんじゃその方は。出入りの職人ならば裏に回れ。いやじゃあね、この屋敷に用があってきたんですよ。お大屋敷に用か。その王の姓は何と申す。姓あ、五尺三寸くらい名は何と申す。あ、名前名前やね、いやじゃね、八五郎ともでございます。なんじゃ。ですからね、あ、じゃあ八五郎ともでございます。アシアチンゴロと申すか。アシアチンゴロそんな間抜けな名前の野郎がいるわけねえじゃねえ。じゃね、八五郎ってもんでござんす。八五郎、おお、おつるの方様は俺に八五郎とはご貴殿でござった。ご貴殿、ご貴殿、バカなご貴殿。おもちろん。いずれに、ああそうなんです。なんでもね、大家が言ってたんだ。なんつったっけな、田中さんだ言うって人に言ってたんです。田中さんだ言うという人、お前田中さんだと言うと人々で言うやつがあるか。人じゃねえの。そうではない、田中殿は当家の重役であるぞ。ああ田中殿の最善よりお待ち受けでござる。では身がつついて堂々なされ。堂々こんなとこで馬乗りになって堂々。そうではない、後をついてくると堂々と言うのと。いや分からねえからよ。いや平って言葉で頼むよ。不調なんか分からねえからよ。じゃあここ何上がっていいの。上がっていいの。あ上がった。はいはい。ちょっとねえ、どんどん行っちゃダメだよ。おいあんちゃん。あんちゃんと言うやつあるからね。ダメ知らねえからよ。いやこの捨てたこれここ大丈夫かい。いやね、俺んじゃねえんだよ。これ親の借りてきたんだよ。嫌なの。なくすとうるせんだけどもよ。これ
ね、ちょっと懐しまって。そんなことはせずともよい。うん、嘘だ。なくなったら立て替えてもらうよ。うん、いいのね。わかった、じゃあ分かったよね。あとついてくるね。いやー、広い屋敷だね。庭の広いこと、柱の太いこと、欄間の立派なこと。あー、おいおい、ちょっと、分かんねえからさ、どんどん行っちゃいけねえ。あー、分かった。あ、いいか、まずな、この愚かを左へ曲がれ。続いてな、この愚かを右へ曲がれ。続いて渡り廊下を渡ってな、この廊下を右へ曲がれ。分かんねえよ。角々と正面かけなきゃ分かんねえじゃねえか。申しておる。ここがお広敷じゃ。控えておれ。引き返る。引き返るではない。控えておるのじゃ。ここに行っちゃって。いやだね、だから来たくなかったんだよ、こういう堅苦しいところだよ。早く連れ去っちゃってんね。なんか来たね。ああ、これはこれは遠路のところはるばるご苦労であった。あ、じゃあね、八五郎はおってもらうんですよ。おまはんは。おまはん。ああ、わしはな、当家の重役、田中三太夫にござる。おまはんが、田中の三ちゃん。三ちゃん、これはまた騎士に混ざる御仁でござったな。あ、殿もな、最前よりお待ち受けでござる。身が続いて、どうどうなされ。どうどうってのは、なんでしょう。あとをついていくことは言うでしょ。なんでも知ってんすか。素人だと思って、侮っちゃいけねえ。誰も侮りはせんがな。よい、ではな、ここで控えておれ。うん、よいか。せい、勝負しろ。何を言うんですか。猫がなんかいるんですよ。王ではない。午前前であるぞ。あっちも、もう朝から何も食ってねえんだよ。来る途中にそばでもたぐろうかと思ったんだよ。腹が減っちゃってしょうがねえんだよ。そうではない。ない。うん。あ、あの鏡の向こうに殿様がいんだ。はい。早く行ってくれなきゃ困るじゃねえかよ。もうちょっと、おい、ゴロ。何をしておる。神戸を詐欺。ドタマを下げて。頭なら頭ってそう言ってくるわ。神戸だってからわ。よいか、わしがよいと言うまであげてはならんぞ。あげねえ、もう生涯あげねえ。女にあげずともよい。ははー、前にあったからかみがスーッと左右に押し開きますってと、正面には赤い御門の神様、お方様、お連れの方様、以下ご近中、腰元連中がずらーっと並んでおります。大大名でございまして、その方が鶴の兄八五郎であるか。苦しゅうない、表を上げい。三太夫、この者はいかがいたしたか。何をしよう、表を上げぬか。表を上げる。冗談言っちゃいけねえよ。あんな敵表喧嘩俺一人で上がるわけねえじゃん。表はない。ドタマを上げちゃう。さっき上げちゃいけねえって言われて、今度は上げるんだよ。上がるようになってんだよ。頭だからいいんだよ。米の相場だったら食っちまうじゃねえかよ。もうしょう。そう。あらあ、てめえとこ来ちゃったな。この度
そちの妹鶴が安産をいたし南氏を出生し世継ぎじゃ。世は大変に満足に思うぞ。定めてその方も喜ばしいことであろう。どうじゃ、即答を許すぞ。どうじゃ、どうじゃ。三代言う、この者は口を聞かんの。はぁ、何をしておる。即答をおぶで即答をぶつろと。ぶっても構わねえ、構わねえから。はい、おぶつろと。なんか分からねえよ。いいの、いいよ。はい、あいあいあい。その方たちはそこで何をしておる。何、即答をおぶてと即答をおぶてと聞き間違えた。三代言う、間違えちゃ許して使わせ。はっ、痛いではない。わからねえよ。頭そば持ってきて即答をおぶて即答をおぶてってぶったんじゃねえか。どうせ、ええ、返事すりゃいいの。まあ、待って待って、もう親が聞いてきたんだよ。はいはいはい、聞いてさ。これはこれはお殿様にござり立てまつりますね。大田区指名はお八五郎様にござり立てまつりますね。本日お熊様のとお二階でもっておこじき博打をしておりましたところ、大家がお屋敷に行けなどと申し立てまつります。行けばご損はないだろうと申し立てまつります。三代、この者の申すこと世には一向わからん。殿に、その方の申すこと一向わからんではないか。そらそうだよ、俺だって何言ってかわからんねえな。三代、この者世の前ゆえ無理に言葉を改めておろう。構わん、無礼講じゃ。こういうに物申すようでよいと申し伝え。ありがたい仰せじゃ、ありがたい仰せじゃ。てめえばかりありがたかったらわからねえんだよ。俺にもありがたかったら作ってたっすんだよ。何、こういうに物申すようでよいと。殿、醤油、醤油じゃない。友達に物を申すようでよいと。あ、友達、話せ。殿様が苦労人だね。そうぐれ、こっちや。しめこのうさぎ。これ、なんでしめこのうさぎって。たまわん、三代を控えておれ。ですよ、殿様。なんすかこれ、さっきからあっちの袖引っ張ってばっかりいるんですけど。おたくじゃよくこんなもの買ってますね。たまわん、三代を控えておれ。いやですね、いやもうてめえでも何言ってっか喋ってっかわからねえんですよ。まあ早い話がね、今日大家のデコボコがこれこれデコボコとはなんと。三代を控えておれ。八五郎、笹は食べるか。まあ貧乏してますけどもね。笹立ってなくったことねえんですけども、いやデコのアッパだよくやりますよ。そうではない、酒材、酒じゃ。酒でございますか。酒だったらね、あしゃね、飲むなんてもんでありませんよ。浴びる方でござんすよ。何、浴びるとな、面白いやつだ。この者に全部を取らせ。なんか俺しくちったんじゃない。みんなわーって立ち上がって、え、なに、え、ごちそうすってくれ。殿様がごちそう。いや、いいよ、悪いよ。だってそうとしてはさ、なんかそんなに2、3枚引っ下げてきたんだよ。いいよ。うわー、なんだこれ。お女中連中が目八分に掲げて、うわー、すごいね、これ。そうか、これからここでみんなでバーッとやるっていうの、そうじゃない、一人分一人分あ、いやいや、殿様、殿様、止めちゃって、止めちゃって。
ゃって、いやいやいや、あーじゃね、魚荒らさねえのが自慢なんですよ。もう指の上だってゴンゴクロ言っちゃうんですけどね。いいからいやいや、もうお互い見え張ったって仕方ねえんだから。お互い懐が苦しい。何を申すよ。いいの？あーすごいね、これ何？わー、この杯すごいね。あー、何？お酌してもらえんの？あー、そうそうそう。あー、どうありがとうね、おばあちゃん、おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんじゃない？ご老女様？ご老女様？ババじゃねえか。あー、どうありがとうございます。あー、すごいね、これ。酒入れたとこに金巻絵が浮かび上がってきたよ。じゃあ殿様、遠慮なく頂戴します。はい。いい酒だね。え？え、何？殿様、毎晩こんなにやってるの？これ今後いくらぐらい余計なの？どうも頂戴します。八五郎、好きな酒でございますか？はいはい、でもって続けざま2杯やったもんですが、すっかりいい心持ちになっちゃって。どうも殿様、ごちそう酒に酔いしれるってのはみっともねえようでございますがね。どうありがとう、お酌してくれるの。どうもね、ご老女のおばあちゃん。いい酒ですよ、さすがデミオの酒だね。こんながヨレヨレいいなってんてえばって入っていきますよ。昨日飲んだドブロクなんかね、隅っこの方でこんなになってますよ。あっちでは吸わねえんだけどもさ、この手の塩焼き、これまだ手つけてねえんだよ。これちょっと俺にしてもらえねえかな。いや、うちのクソババアに食わせてやるけどもってさ。いや、うちのクソババアな、こんなもの食ったことねえからね。普段食いつけでも食って人見て吠えたりなんかをするかもしれんからな。なんだ、女中連中下見てクッククッと笑っちゃったね。いい、面白かったらね、みんなこれ上向いてわーって笑うんだよ。余計下向いちゃったね。あ、いいオロジになっちゃったな。あれ、なんだよ、おめそこにの鶴じゃねえかよ。おい鶴、おい鶴、これ無礼が過ぎるぞ。なんだこれ。うん、妹じゃねえかよ。おー、妹だよな。うんってんじゃねえかよ。いいな、妹の亭主が殿様だよ。本当だったろうね。俺のそば来て、お兄さん一本一本俺の企業の広いところに行けるって言ってんだよ。控えて俺さんだよ。それ、男の子産んだんだってな。おめでとう。いやー、おふくろ喜んでやがったよ。ウイマゴだウイマゴだなんて長屋中駆けずり回ってやったよ。で、俺とまた帰ってきたと思ったら、今度メソメソ泣いてんだよ。どうしたって聞いたらよ、ウイマゴだというのに抱いてやることもできねえ、身分の違うのは情けねえことって泣いてやがるからよ。で、俺こう言っちゃったんだよ。何、それだってお前そのうち里帰りってものをするだろうから、そん時に抱いてやろう、いいじゃねえかって言ったらよ、にかって笑ってやがって。だからおめえよ、忙しいかもしんねえけどもさ、暇みてえな。帰んなくちゃいけない。父さん、やっちゃ
コントロールにガラッパチな人間でございますからね。いやでもあいつはうちにあにねいいやつなんですよ。どうか大事にしちゃってください。捨てたりなんかしたら兄貴のもありますよしねえ。つる、おめえもそうだぞ。いいか、みんなに可愛がらなくちゃいけねえ。人の言うことははいはいって聞いてな、分かってんのかおめえ。うん。ああそうだ、あおふくろ心配してたぞ。おしめ借りるやついるかって。なんならうちのクソババア足りてんのか。いいか、それみんなに可愛がられなきゃいけないんだからな。人の言うことははいはいって聞くんだぞ。待ってのお前、本当だぞ。待ってや、どうもすみません、あっちの妹でございます。どうか大切にしてやったぞ。コントロールでございます。うち行けたらさ、おふくろ喜ばせてやるよ。どうだったって聞かれたら、竜宮の乙姫様みてえだったってそう言ってやるよ。いけねえいけねえ、酒が湿っぽくなっちゃいやせんからね。どうぞどうです、ここらで一つ歌でも歌いましょうか。何か進化はあるか。なんか気持ちいい。 あ珍しい歌を進化。俺の父さんもあんなこと言うわけねえと思ってね。いや珍しいかどうかわかりませんけどもね、ドドイツなんてな人間が生きになっていいですよ。どうです、ドドイツなんてな。明けの鐘ゴンと鳴る頃三日月型の櫛が落ちてる四畳半なんてな、どうですか殿様。お作用か。おう、作用か。はあ、こりゃこりゃ、よいよいぐらい言ってもらいてもんだけどもね。あだ名立て膝瓶かき上げて忘れシャンスな今のことなんてな、どうです。おう、面白いのチケロかな。しかもんかね、粋なもんだと思うけどもね。隅田原元を正せば野山のすすきさ、月と遊んだこともあるなってな、いい心持ちになっちゃったな。どうか行こうか殿子。殿子てやつか。面白いやつである飯抱えて使わせてんで、これから八五郎が出世をいたします。メカンマというおめでたい席で今晩はお開きでございます。ありがとうございました。